もう隠せない。どうしたん急に。アイドルの私ですが、実は彼氏がいるんです。いや、アイドルと皆さん思ってないんで、いてても全然問題ないですよ。彼氏の名前、ケン君って言うんだけどな。ケン君って言うんや。この前ケン君が知らん女と歩いてるところ、私見たんよ。浮気ちゃん。で、携帯を確認したんよ。そういうのやめといた方がいいで。そしたら、アイコっていう女と浮気しとるっぽいんよ。やっぱ浮気やん。アイコ遊ぶ男はいけんよな。いや、まあまあまあ、俺も遊ぶ人嫌い。なんやねん、お前も。そう思うわ。今度見かけたら注意したいけん、ちょっと練習させてくれる？どうぞどうぞ。私の女優魂、解くとこなあれ。いや、女優でもアイドルでも何でもないんですけどね、この人ね。ケン君こんなところで何してる？ピョンピョンピョン。こんな喋り方してんの、お前一人で。トントン。やば。この女誰？あ、ケン君、浮気してるでしょ。浮気やもん。じゃあ、ケンポイする。今なんて言った？だから、じゃんけんぽいする。じゃんけんして遊んでんなよ、お前。なんでよ、この男が遊んでるんじゃない。お前遊ぶなよ。はぁ、神様、これがどうか嘘でありますように。お願いするときこうしてじゃんけんしてるみたいやから。あいこでしょ。ほら、人刺すときにチョキしてるやん。この女、あいこでしょ。いや、遊んでるやん、お前。あいこでしょ。いや、パーしてもてるやん。あいこでしょ。無敵なやつ選んでんねん、お前。何してんねん、お前。こんな女なんかね、地獄に落ちればいいのよ。ああ、それ言う。天国、地獄、大地獄、大地獄。何してんねん、この女も一人で。私、大地獄。何してんねん、もうほんまに、今さっきから。やばいやん、一人で。何、ケン君。私のことが一番好きだから、やり直したいって。急展開やな。もう、ケン君のバカ。いや、紙相撲で寄ってこんでええねん。残った残った。何してんの、喜んでる場合ちゃうねん。何してんねん、お前。むちゃむちゃ遊んでんねん、お前一人で。遊んでない。いや、遊んでたで、お前も。え、これ全部が私の妄想っていうのを一度バレとった。そんなんして遊んでたん。ありがとうございました。